こんにちは、深夜のコソコソ話でございます。今日は6月1日ということで、月をね、変わりましてのコソコソ話です。何ってことはないんですけども、まあカルダノのステーキングがまたありましたよねっていうことでね、メッセージをいただきまして、動画の方を掲載させていただきます。今日のコソコソ話はね、深夜にふさわしいのかどうか分かりませんけども、このね、ハンバーガーショップのね、チラシがあるんですよ。実は昨日ね、このハンバーガーの専門店でちょっとね、食べたんですけども、まあ1個ね、1200円ぐらいするハンバーガーなんですけども、私の住んでる町にしてはね、抜群に美味しかったですね。お肉もね、なんかそのそぼろというよりも、ひき肉というよりも、ほんとなんかステーキ肉みたいなのが入っててね、すごく噛み応えがあったというか、そのお肉が厚いのが2枚入ってて、がっつりと食べれたということ、とあとはね、野菜がやっぱりね、新鮮でいいのが入ってましたね。玉ねぎとレタスと、それからトマトが入っていて、ソースもバシッとね、スパイシーで、もう香りからして、あーバーベキューだなーみたいな感じがしました。テイクアウトで食べたんですけども、食べやすいようにハンバーガーが2つに切ってあってね、で置いてあったんですよ。でナイフとフォークで食べたんですが、非常に食べやすくて、香りも良くて、ちょっとピリピリっとスパイシーなね、そんなチリのテイストがあって、大好物ですね。もうね、大好きになりました。はい、ただでさえハンバーガーは好きなんですけども、ここまで美味しいハンバーガーは初めて食べましたね。ずいぶん前から行きたいなと思ってたとこだったんですけども、予想以上でございました。ホットブルースカフェというね、まあ福山にある倉庫を改造して、でっかいんですけどね、でっかい倉庫を改造してレジャーランドみたいにしたハンバーガーショップなんですよ。まあとはいってもね、そんなに何十人も何百人も、お客さんがいるわけではないんで、本当にこう倉庫の一角で通常はしてるって感じですけどね。まあでも本当すごい美味しかったです。というのが今日のコソコソ話です。はい、いただきました。ありがとうございました。それではね、昨日は FX オリガルヒのプロモーションも正式にさせていただきまして、で、お申し込みもね、いただいたところと、あとお問い合わせがあったところと、これから私もね、この FX とさらにがっぷり4つで関わっていくんだなと思って、身が引き締まる思いでございます。そして FX オリガルヒに参加くださる方はね、やっぱりこう付き合いの長い濃い方がすごく多くて、もちろん今回これを機会に初めて、私にねアプローチしてくださったって方もいらっしゃるんですけども、新しい展開に私もなんかこう頑張らなきゃなと思うところですね。私の意欲としては、この50代が終わるまでこの FX オリガルヒしっかりと走り抜けていきたいなと思うところなんですよね。まあ、将来に何があるか分かりませんけども、オリガルヒに参加してくださった皆さんと、これからもね、これまで以上の関係が作れるように、私自身、期待しております。なんかね、自分に期待するっていうのも妙な話ですけども、俺ならできんだろう、みたいなね、そんなね、思いに駆られてますね。はい、じゃあ、深夜のコソコソ話、今日はハンバーガーの話でございました。いつもナミさんありがとうございます。お疲れ様です。